大阪府吉村知事。大阪自民党がのんきなこと言ってられるのも、税金で保護された安全地帯にいるからだ、がネットで話題。内容はこちら。吉村知事が、大阪自民党の国会議員に、痛烈な苦言を呈したようです。では、吉村知事の発言を見てみましょう。吉村博文。大体この国難の時期に大阪自民党の国会議員がのんきなこと言ってられるのも、全部税金で保護された安全地帯にいるからだろ。国会議員は給料ゼロ、文通費ゼロ、公設秘書の補助ゼロ、議員会館事務所と議員宿舎は直で家賃発生でやってみろ。国民は今そういう状況なんだよ。吉村知事のおっしゃる通りです。国会議員は今国民が置かれている危機的状況が全く分かっていません。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。大阪を誇りに思います。大阪府知事が吉村知事で本当に良かった。今回の吉村知事の行動や言動から大阪府民を守ろうという覇気を感じます。大阪府民からすれば、ものすごく頼りのある知事ですよね。次はこちら。吉村知事、言うこともかっこいいですね。毎日多忙の中本当お疲れ様です。吉村さんすげえ。まさに火の玉ストレート。キレッキレッですね。吉村知事、無理だけはしないでください。次はこちら。国民目線にならない国会議員と、府民目線になれる府知事、どっちがいいかは明白。本それです。自分の保身しか考えることのできない国会議員なんか、日本に不要ですよ。最後はこちら。国政に出るしかないね。国民は待っている。吉村知事のような国民目線に立った考えができる方が、国政に出馬するべきです。結論。大阪自民党の国会議員は、維新の足立議員に、大阪もオーバーシュートして、吉村さんの人気は地に落ちる。と構想も無理。早く自民党に来た方がいいと、自民党に誘っているようですからね。国民の命よりも、自分たちの保身が優先。正面から腐ってるとしか思えませんよ。日本国民は、吉村知事のような考えの政治家を必要としているのです。保身に走るような国会議員は一掃するべきです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。